はい、もうこれで遅くないベース講師のおさでございます。いつもおさでとおります。前回の動画から2週間か3週間ぐらい経ちました。ごめんなさい。っていうのもね、ちょっと事務所の引っ越しをしてましてですね、腰やっちゃったり時間なかったりすいませんでした。はい、というわけでですね、まあ事務所移動したということで、ちょっと気持ちを新たにですね、まあ前回からやってますけどもですね、ちょっとエレキベースをね、多めに、エレキベースの、なんかちょっと初心に帰る動画をですね、ちょっと多めに、ね、させていただきたいなというふうに、思っております。このチャンネルはエレキベースとベースを趣味で生涯学習的に楽しんでいきたい、伝えてる支援、一緒に毎日何時間もかけて、下げるだけにできる、できるだけ効率的な学習方法、あれ、情報をゲットして少しぐらい早く向かって、セッションから動画を楽しんでいきたいよねという方々が、自動チャンネルとなっております。よかったらチャンネル登録してみてください。お願いします。というわけで、本日の話題はですね、左手の基礎練の話なんですけども、基礎練ってただ単に指が動くようになるっていう、そういう基礎練って僕はあんま好きじゃなくて、最初はね、最初ベースを手にして最初はまあ別にしゃあないとは思うんです。指が動くようになる、ならなければ弾けるようにならないので当たり前なんですけどもっていうことなんですけど、でも、ね、僕のチャンネルってね、アドリブで弾きたい人が結構多いかなというふうに思うんですね。ジャズを題材にしたりとかファンクソウル題材にしたりなんかしてますんで、ということで、必見ちょっと待って、ね、今名前つけるね、必見、アドリブで演奏したいベース、エレキベース奏者のための、チャーチモード練習法、かっこ基礎練みたいな3選ね、これでお送りしたいなというふうに思っております。普通に、スケール練習を基礎練習でなんとなくやっているっていうね、方、早く正確に弾けるようにやっているっていう方はですね、今日からその基礎練習を理論学習だと思っていただければ良いというふうに思います。というかね、同時にやっていかないとね、もったいないですからね。なんか体を動かすっていうものとプラス頭も使うっていうものですね。このね、一緒にやっていただくといいのかなというところで、基礎練習、スケール練習にチャーチモードを使うと。チャーチモードといえば音楽学習、音楽理論学習の、スタート地点にあるものっていうか、なんかそれを覚えないと特に弦楽器の場合は結構辛いかなというふうに思うんですね。コードを見てベースラインを弾く、あるいはソロを弾くなんていう場合はですね、必ず必要になってきますんで、その毎日の基礎練で合わせてそれを覚えてもらう、7種類覚えてもらうっていうのが大事だと思ってますんで、その覚え方3選いってみたいと思います。はい、はい、というわけでいってみましょう。まず一つ目ですね、普通にチャーチモード弾くです。はい、ただし普通にチャーチモード弾くんですけど、僕と同じ運指で必ず弾いてください。必ず弾いてくださいという感じ。まあ他の運指の方もいらっしゃるんですけども、でもね、やっぱね、チャーチモードってね、形を特定するっていうのが、とても必要なものとなってきます。例えばイオニアンってあるでしょ。まあイオニアンって分かんない方はイオニアンって言うんだなと思ってください。ドレミファソラシドです。普通のドレミファソラシドってこうやって縦一列で弾かないでしょっていう話なんですよ。あるいはこうやって縦二列で弾かないでしょ、大体こうでしょ、ね、ここだけで弾けますよっていうもので、他のチャーチモード、例えばドリアンね、2音目から始まるやつ、フリジアン、リアンとかリディアンとか もう全部そうなんですけど、ボックス、そこのポジションでコンパクトに弾けるやつっていうのはとっても大事なんです。待って、音取れてる？音取れてないですね。はい、音取れてなかった。ちょっと今から取るわ。はい。ごめんなさいね。はい、音声切り替えます。はい。はい、はい、はい。こっちが本物でございます。はい。取れてる。あ、取れてますね。はい。こういう。どうか。ね。こういう。っていうのが大事なんですよ。はい、はい、形で覚えないとちょっと理論学習に向かないので、僕がやってる形通り、そして指使い通りに覚えてくださいって、ね、そうするとこれからの動画とか、僕の過去に出してる動画とか、過去に出してる教材とかがスンって入ってくるようになります。スンってね。はい、ではまず一つ目の基礎練習法なんですけども、普通に弾く、いってみましょう。はい、どうぞ。
はい、どうですかね。単純なんですけども、運指を真似て弾く、それからポジションを必ず守って弾くってなると結構難しいものがあるんじゃないかなというふうに、思いますが、これね、頑張っていってください。はい、で、2つ目いきますね。2つ目はですね、このね、ただ上に上がっていく下がっていくだけじゃなくて、上がって下がってジグザグジグザグっていくやつなんですけど、これね、これ何のためにやるかっていうと、ただこうで上がっていくだけとか下がっていくだけっていう行為ってね、これね、例えば C メジャー7っていうとか C メジャーっていうそのコードがあった時に、じゃあなんか弾いてくださいって言われた時に、こういうフレーズになっちゃうんですよ。だから普通にスケールを弾いちゃうようなスケール、あのフレーズになっちゃって、そのスケール内の音を自由に、操作してないよねっていう感じになっちゃうんですよ。ただお前スケール練習してるだけじゃん曲の中でみたいな感じになっちゃうんで、それを防ぐためにね、こうやって上がってとか、こう上がって下がってとかっていうのをこうジグザグジグザグ繰り返すことで、そのスケールを、初めの位置がどこであったかとかじゃなくて、初めの位置から始めない、どから始めないとドリームファーストショット弾けませんっていう人は結構多いんですけど、そうじゃなくてこうやってジグザグすることでどこからでも弾けるようになるよ、どこからでも弾けるようになるっていうか、そこに近づくよっていうものになってますんで、まず1パターン目やってみてください。
なかなか難しいかと思います。上昇系は結構ね簡単にいけるんですよ。これねとかいけるんですよ。これね加工がね、これね加工が難しいっていう加工が難しいので、やってみるといいと思います。ということは3つ目は、はい、そういうことでございます。三つ目はですね、そういうことってまだ何も言ってないですけど、最初さっき上昇から始めてじゃないですか。それを下降でから、ここから始める。で、次上昇。という、そういう、それだけなんですよ。それだけ。それを C のキーでやってるだけ。これが三つ目。はい、どうぞ。ということになっております。いかがでしたでしょうか。3つご紹介しましたけども、スケールを自在に操るっていうことが、まあ、できるようになるためにはですね、上からとか下からとかね、こうダーってこう素直に練習してたらね、もうダメです。
はい。ダメですって結構きついこと言いますけど、だってそんなフレーズあんま存在しないでしょ、曲の中で。今までコピーしてきた曲とか、あるいはバンドでやった曲とか、学園祭でやった曲の中で、曲の中でそのスケールが上がっていくだけとか下がっていくだけっていうフレーズってなかったはずなんですよ。ほとんどなかったはずなんです。なぜかっていうと、スケール下がっていくだけ上がっていくだけって、ダイアトニックスケール、チャーチモードにおいてはね、絶対絶対かっこよくならないんですよ。例えばオルタードとかホルトーンとかそういうのは別、ディミニッシュとかそういうのは別なんですけども、まあ皆さんがよく使うようなね、ダイアトニックって言われてるスケールは必ずそうです。はい、いや、どうか必ずじゃないパターンもあるかもしれないけどね、あるのかもしれないけど、まあ多くはかっこよくならないということになってますんで、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。はい、ここでお知らせです。月に1回の課題の提供で通信教育的にお使いいただける LINE で質問し放題レッスンっていうのをやらせていただいております。レッスン受けてみたいんだけど、なかなか時間がないよっていう方に有効でございます。有効っていうかおすすめでございます。隙間時間有効利用しませんかというわけで、LINE でね、LINE を使ってレッスンさせてもらうっていうね、新しい形やらせていただいてますんで、例えば、理論講座なんていうのも可能ですんで、音楽理論ね、このタイミングで覚えたいな、ね、今まではタブ譜で弾いてたんだけど、もうなんとなくこうやってたけど、音楽理論を覚えてアドリブとか弾きたいなとかっていう方ですね、ぜひお問い合わせいただければですね、そのカリキュラム組ませていただきたいなというふうに思ってますんで、その旨ですね、LINE ですね、僕のこの動画の概要欄に、LINE の友達追加のリンクがあるんで、そこをポチッと押していただいて、今日は喋りが悪いですね、はい、そこで、友達追加していただいて、その旨で伝えていただければですね、対応していきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで以上でございます。ありがとうございました。失礼します。